それじゃあカウント始めんぞ。5秒前 4321 ゴスムーズだ。スーパーで育てる。ガリガリに攻めているわけでもない。チームに出てるのはなぜか。こんなもんじゃないはずだ。ドキドキするぜ。血を集めて初めて一人乗務した時みたいな高揚感。五感の全てを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでも全然当たらない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行、差は開いてないぞ。スタートからポジションが変わらずか。相手のドライバーはドラッグよりも戦略で勝つタイプ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だが、9個戦況だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだよ。なら心配ねえな。藤原は D に入るならたった一人で説得勝ち。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ダウンキラー、こんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんない。さっさとぶち抜いて終わらせる。俺何をしてるんだ。もっと取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だから誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信人君は考え違いをしているよ。命を懸けるってこういうことなんだ。だろう、こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、むちゃくちゃだけど早い。おっと、この下品でブチ切れてバカっ早な走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会えよ。五千が先行。菅田せ信彦、このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかもだぜ。くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジション五千の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。
体が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なのか。わかんねえよそんなもん。藤原次第だ。さっき心配ないって言ってたよ。動力線は全長25キロ比較的に近いです。先に仕掛けて逃げ切った方が良いかもしれないが、後半の戦況は藤原なら十分チャンスがある。圭介も俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうか。信彦が取った。関西最速のダウンヒラー阪急伊勢を完成で抑えてる。まさか。ことなのか。まもなく4番線の呼び込む場合なんですね。本当だ。よし、いいぞ、押さえてる。いけー。なんだ、信彦じゃない。これはどういうことなんだ。聞くのは過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからない。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。ついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にルーズなツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が強い。しかしレールと車輪が鉄同士、摩擦が少なくて全然ある程度の重量感ブレーキングではフロントに荷重を移し、粘着力を稼げた。上り勾配ではフロントに荷重を移し、粘着力を稼げた。限界を超えた領域でのみ倒れない。これが超軽量車体の弱点だ。つまり、東急五線系は、上り勾配の突っ込みに弱い、ってことだ。無助手のアドバイスとは、こういうことだったんだよね。あるか。何か。チャンスは剥落。ここしかない。願い事を叶えてあげる。違うな。そいつは自分で掴み取るものだ。ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。